私の町ではパンにうるさいのが当たり前よ。その町は江南市。尾張地方の北部に位置し、名古屋駅から電車でおよそ20分と利便性の高いベッドタウン。皆さん、本当にパンにうるさいの？今温かいパンなんかあるとか言って聞いて、購入するのね。少しでも温かいのだとまたちょっと違う、美味しいかなと思って。私も本当にパン大好きだから、朝昼晩パンでもいいのね。そうなんです。だからね、結構うるさいのパンには。パンにはうるさい。うるさい朝昼晩とどうやって食べる？朝昼晩パンじゃないですか、うん。白米より私パンの方が好きなもんね。コーヒーと、今日は相模行ってきた。相模、何のお店？茶虫定食。茶虫と、はいはい、それこそパンと。あ、茶虫とパンがついてくるんですか？パンにあれが塗ったるんだわ。何が塗ってるんですか？いちご、いちごジャム。それがまた美味しい。好きなパンとかあるんですか？いや、食パンしか買わないもん。あ、じゃこを乗せて私はやるの。合うんですか？合うよ、私はね、カルシウムが取れるから。あ、なるほど。江南市民、パンにはやっぱりうるさそう。ご飯よりパンが好きと答えた江南市民はなんと驚異の 92%。 それもそのはず、江南市はパン屋さんの密集地帯。人口10万人に対するその数はなんと全国平均の2倍以上。知る人ぞ知るパン王国だったんです。町で10年以上愛される人気店で、江南市民のパン愛について聞いてみると。まあ、やっぱパン通の方は多いと思いますよ。特徴的なお客さんとかいらっしゃいます。食パンに塩減らせとか、塩分控えめのとか、一本だけですけど焼いてます。すごいですね。最初コーンパンを依頼されてコーンパンを作ったんです。うんうんうん。多分僕の思ってるのはこんなんじゃないよって言われて。そんなのもっと調理系のものを作ってくれと言われたんで、作ったんです。うんうんうん。味の変更やメニューにない商品を依頼する人も。極めつきは、お客さんのワンちゃんのパン作ってくれて作りましたけど、なんだっけ、なんとかラッセルテリア、ジャックラッセルテリアです。飼い犬をパンにしてほしい、そう頼んだのがこの方。その子があれですか、このお店でパンになったワンちゃん。そうです。あ、そうなんですね。そうです。季節季節でパンを作って見えるんで、はい、うちの子も作ってもらいました。あ、そうなんですね、うん。いろいろリクエストしてくるお客さんって多いです。あ、やっぱ多いですよ。みんな、そうなんですね。今皆さん舌超えてるんでね、僕らにしか作れないものなんで、そういう要望をどん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 答えていってます、うちは。パン大好き江南市民をうならせるパン屋さんとは。はい、近くにいっぱいパン屋さんがあるんですけど、その中でもここはすごく美味しいお店ですよ。全然ケチケチしてないんですよ。あのパンの部分が少ないんじゃんっていう人もいるぐらい。あ、そうか、そうそう。こちらが江南市民絶賛のわらかどベーカリー。季節の食材を使った惣菜パンに、具材たっぷりの菓子パンが大人気。撮影をしていると江南市民が気になる行動を。ありがとうございます。伊藤です。伊藤さん早いです。あ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。でよろしかったでしょうか。どうぞ。こんにちは。こんにちは。小田さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、お待ちします。入店するやいなやなぜか名前を伝えている。なんで皆さんまず名乗られるんですか？人気なんでもうすぐ売り切れちゃうんで、もういつも予約して取りに行くっていう形してます。目当てのパンを買うには前日のネット予約が当たり前、まさに争奪戦。6時ちょうどにスタンバらないと全部欲しいのは買えないです。なんかライブのチケットみたいですね。そう、接戦です。一番下に子供いるんですけど、母さん業も忙しくて、それで週2回の営業ですね。そうなんですよ。実は店長の今井さん、3児の母。主婦業の傍らパンを焼いているため、営業日は週に2日だけ。待ち望んだお客さんの間でパンの争奪戦が起こるんです。そんなお母さんが営むお店で一番人気なのがサンドクッペ。フランスパンの一種クッペにあんことバターを挟んだ大流行中のあんバター。さらに調査を続けると、ここパン屋さんって書いてますね。ここは一番今まで食べた中で美味しいパン屋さんなんですよ。そんな美味しいで、硬いパンが多いんですけど、硬いパンが好きな人にはみんな気に入ってもらえるパン屋さんじゃないかなって思います。パン屋さん巡りが好きだったんですけど、ここを見つけてからはちょっと落ち着いて、それが落ち着くぐらい、はい、好きです。江南駅近くのベーカリーハンスペーター、名物はドイツ系のハードパン。この日もパン好きの江南マダムが続々来店。何が好きなんですか？チョコチップとナッツが少しっていう、へーちょっとハードなパンなんですけど、すごい長いパンでチョコが入ってるんです。あとナッツが入ってるんです。これとっても硬いんだけど、本当に噛めば噛むほど味が出てきてすごく美味しいです。ちょっと苦味もあって、長さ30センチ、噛み応え抜群のパンは皮付きのアーモンドとチョコチップをトッピング。ほんのりビターな大人の味わい。それがお気に入り？そうです。めちゃくちゃ硬いです。あ、そうなんです。そう、歯医者には怒られるんですけど、歯医者さんには歯医者さんには怒られる。そうなんです。美味しい。